みんなクーちゃんの魅力に引き込まれていく。最強のプルガード。ブルドッグ。かわいい。あ、今水飲んできたんで口ぐちゃぐちゃです。じゃあ今日はね、プルダック。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 あの、プルダック。韓国のカップラーメンみたいなやつ。あった。ホッコンミョン。あの、辛いやつね。焼きそば？そうっす。ホッコンミョン。炒めるみたいな。今日はガードプルだね。引き込み。引き込み。はい。引き込み方はさ、結構多種多様やんか。はい。だから、白身とか青身にとって引き込み方一体何種類ありますかって。割と1種類しかなかったりとか、自分が使ってる引き込みが使ってるガードと合ってなかったりとかしてることが割とあるから。確かに、まあそれをちょっと説明しようかな。ディープハーフクラブ、まずね、よくあるね、こういうやつあるよく見る。あ、教科書だ。これ？はい。こんなのもやめちまえ。やめちまえ。一刀両断。一番基本的なやつ。何の意味があるね、これ。でもなんか大体教科書の最初のページに載ってるようなやつ。ああ、そうですね。いや、これをやるにあたって使えるので言ったら、これは使えると思う。ああ。巴投げがくっついて崩しちゃう。一回ちょっと浮いたっす。うわ、そう。そうだから、合わせてパスとかないじゃん。はい、はい、いや、本当にね、これよく基本的なのを教えてもらえるけど、これめっちゃ危ねえの。すんごい足ポンって。いや足ポンされるどころか、これ足捕まえたらやべえじゃん。これやばい。テイクダウン。これテイクダウンですね。うん、ああ、確かにそうっすね。すぐで、今逆足でやるっていうのも一つ考えたら、これこっちだと捕まえられないでしょ。まあ触れっか、こっちで一緒や。いきなりじゃあ2点取られる可能性が高いんですよ、分かってたら。そうで、これの一番良くないところってどこかっていうとね、これの一番良くないところはね、構えが高すぎんのよ。最初棒出しになってましたね。そう、うん、この引っ込みから覚えちゃうとね、引っ込みするときに構えが棒出しになっちゃう状態からスタートするから、これ、できるだけ覚えない方がいいね。試合で見ないっすよね。いや、やってるけど、マスターのおじさんとかたまにやってるけど、青ぐらいな。うん、なんでこれが最初に習うんですかね。簡単だからじゃない。わかりやすい。ただ腰引いてこれやった方がいい。絶対ね、パスできないですもんね、浮かされたら。で、トモ投げのディフェンスもしないとダメじゃん。そうっすね、ジャンプしてたまにトモ投げられる。そうっすね。そういうのも2つダブルアタックでやれるっていうのは引き込みとしてはすごいいい引き込みだと思う。なるほど。だから特にクローズガードとか入れたい人はさっきのおすすめ。ああ、クローズガードってさ、入れにくいでしょ。やっぱりその白青の人とかってクローズガード入れたいって言っているけどさ、果たして引き込みからどうやって入れればっていう人結構多いと思うんですよ。例えば普通にじゃあクローズガード引き込みに行きましたとしてもさ、大体やることってさ、まず膝を立てられる、もしくは腰を引かれる。これが起きるから、普通に引っ込んだとでも、クローズガードに入れる機会が少し少ないです。白帯とかだと分かんなくてわーって入っちゃってることは見ますけど、あんまり青帯とかだとこうします。そうだね。で、今日はね、めっちゃバリエーション見せるから、細かいのはね、もう自分で考えて種類を紹介する。種類を紹介する。まずクローズガードに引き込みたいんであれば、こういうのがあるね。ここを奥襟に触って横ステップして、ぶん回した。これ崩れてるから膝立てられないし、腰引けないから、これは結構有効。ちゃんと組めるんだよ。崩れてます。めっちゃ踏み回されるんですね、これは。奥触るといいですか。奥触るとここにぶら下がれるから。襟よりも。そう、襟だとね、胸が立っちゃうの。で、振り回そうとしてもね、ここでね、残っちゃうんだよ。本当だ。大丈夫です。上半身残ってます。だから持つのは振り回すのが奥だよ。なるほど。でもじゃあ相手の背が高いとか自分がちっちゃいとかいろいろありますね。これぐらい。襟しか持てない。そういう場合、こっち触れない場合は前でもいいよ。その代わり前触る場合は少しエントリーを変えなきゃいけない。やり方をする場合は横にステップするのは一緒なんだけど、
ここに足を突っ込んでいって、お尻を十字側に切ります。おお、うん。こうするとクローズに。なるほど。引き込み十字みたいなエントリーなんで。うんうんうん。十字もいけちゃう。いけるいける。いける。あ、そうなの。じゃあこれもダブルアタックになる。ダブルアタックになる。うん。一回十字型に入って失敗してクローズに。全然しない。でも大事なのは相手の前にいないこと。これはすごく大事。相手の前にいる状態で引き込み十字しちゃうと、これ膝とか入るから。あ、そうっすね。これダメじゃん。全然違いますね。最初と一緒になっちゃう。それが、ここまで入ると。うわー、怖い。これもいけるけど、これあダメだなって思って戻って、なるほど。膝立てる余地がないんですよ。うん。こっちに集中するっすね。そう。うん、この引き込み方は、まあ、結構有効、クローズガードやりたい人からしてみると、ただ、もう少しレベルが上がってくると、あのシャローラストとか挟んでもいいと思う。あ、うん、でシャローラストとか挟めるんであれば、最初に組んだら、すぐこれに乗せて、オープンガード、はい、そうで、ここの腰ステップしながら、ここに足かけて、でクローズガードでもいいかな、はい、うん、これも簡単、うん、ただ、シャローラストを経由するから、やっぱここでいろいろ起きるけど、やり取りが、まあ、ただこれは膝立てられたりとかしてても、ここにオープラットみたいに当たれば、あ、クローズガードになるね。これこうやって崩していけば、膝とかしてこうやっていけば、なるほど。これもさっき言ったダブルアダックになってますね。そうだね、うん、で、そのオープンガード、すごい体が柔らかくてオープンガード得意ですよっていう人、はい、まあ、白帯青帯でそれができると結構強いと思うけど、足回し見える人って、うん、それとの引き込みは大体こう構えたらこれ、これめっちゃ、うん、もう袖触ったら1本でもいいし、うん、1本でもいいから触ったら座る、うん、これあのやっぱり引き込みなんか最速、うんうん、でちょっとコツを言うと、こうしないと、こうするとやっぱグリップ切れやすいから、あ、上から行くと、そうそうそう、これ手をやって引いてみて、これダメじゃん、はい、これは下から、あ、そうなんですか、そう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 、そっか、切れないのか、引っかかる、余ってるし、そう、なるほど、そう、やっぱりそのよいしょするにしてもやっぱ下からじゃん、はい、あ、そうそうそう、上からよいしょしてるから、よいしょなんない、うん、おめでやってんよみたいな、ダメ、結構ええやんみたいな、今の引っ込みええやん、そうそうそう、それがさ、あ、すいません、嫌な感じになるな、みたいな感じになると、よいしょだ、なるほど、めっちゃよいしょだ、取れないでしょ、うん、そう、だから下から行くのは結構いい、まあ、その飛び込みの引っ込みもあるけどね、はい、言えば、こういう、ああ、ね、これもいい、うん、これもすぐ引っ込んでシャロラスにしてみて、はい、うん、うん、でもここのレベルになってもちょっとレベル高くなってくるな、要はデメリットが発生するから、うん、言ったらこれで、はい、引き込んだってなくて、俺のバーン引き込むじゃん、はい、そしたらこうなった時に俺まずガードディフェンスしなきゃいけないから、うん、ディフェンスアイテム走ってやるから、そう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 、まあ、足引くことが、じゃあはちゃめちゃやって、はちゃめちゃはちゃめちゃやって、どうだったかな、はちゃめちゃだ、うん、はちゃめちゃこっちだ、あ、そう、はちゃめちゃだ、食らっちゃうの、ああ、はちゃめちゃなんだ、はちゃめちゃ、あ、うん、まあ、分かった、パス、まあ、言わないです、そうそう、はい、達之助が考えたやつ、そうそう、ああ、これとも暮らし合うわけ、メイナンも言ってたしね、メイナンもはちゃめちゃと思ってやってる、はちゃめちゃと思ってる、はちゃめちゃパス行くか、アイゼックパスしてた、ああ、だからやっぱこうなった後ね、これができる人はこれ、ここからパス狙われてる、はい、ちゃんとディフェンスして、なるほど、でガード作っていってっていう風にできないと、あ、まあ、危ないわけ、なるほど、うん、その代わり早く座れるそう、そう。で、まあ、これは最速なんだけど、やっぱりあのパスのアタックに一回戦わなきゃいけないから、そのリスクを軽減したりすれば、やっぱりちゃんと組むこと、これがすごい大事。で、まあ、例えば、じゃあ私、デラヒーバーやりたいです、はい。私はデラヒーバー伊藤ですっていう人がいたとするじゃん。近いですね、伊藤さん。デラヒーバー伊藤、うん、あ、はい。デラヒーバー先生の親戚かなと思いますか、日系人やな、たぶん。デラヒーバー伊藤。うん、で、伊藤さんがそれやる場合はもうデラヒーバーしかしたくありません、伊藤さん、そう、デラヒーバーやるために生まれてきました、ね、尖ってるんですね、でもそういう人が例えば襟持って袖持ってってやってデラヒーバー来るって分かってたらさ、はい、絶対さ、これ足くれないじゃん、あ、こっち、こっちあの立ててくるとかさ、はい、俺こっちのデラヒーバーやりたいんだけどさ、はい、
こっちしか触れない、触れない、うん、あれね、あの触れないってエクスにしてます、はい、まあ、こうやったらいけないんですよね、はい、で、こうデラフィーバー行きたいけれど自分が得意なものデラを取るんであればどうしなきゃいけないかっていう話ね、うん、これも方法があります、うん、これの方法は、さっきの、クローズに引っ込んだやつとちょっと似たやつをやります。ここ、こうやって入っていったら、こっちに横巴投げするみたいにします。おぉ、ここでいろいろ出なくなります。足が残る。かっこいいな。めっちゃ回ってるっすね、キュッキュッ。そう、まあ、横巴投げ決まってもいいじゃん。そうです、投げれたら。そうですね、うん、でも横巴投げが得意じゃなくても、ちょっとでも浮かせれるのよ。うん、うん、うん、こう入っていって、これちょっと浮かせるよ、ほら、ほら、無理じゃん。めっちゃ足できた。こっち足前に出してるけど無理じゃん。そうですね、これ戻れば、これ、ね、おあ、じゃあ自分で作れるんですね。作れるわ、作って遊ぼう。ワクワクさん、ワクワクさんなんだ。呪術界のワクワクさんだから。昔やったな、それ。あ、ゴロリとポロリとポロリって嫌な。ポロリどういう、なんかどうなんですか。もう ポロリがなんか、どっちかも言えんだよ。そう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 。まあ、大まかに分けるとこんな感じかな。まあ、ラストとかはさ、やっぱ袖とかちゃんと持ってさ、腰引いて、このアングルができればさ、これ負けるわけじゃないですか。うん。ラストはさ、割と深く、ディープラストを入れたいんじゃないかさ、はい、こう、引き込んだ間に正面で引き込んで、これに入れちゃうの難しい。相手脇締められてると全然入んないし。角度が悪い。確かに。角度があると脇締めて。角度があっても入るから。なるほど。そうっす。ラストを入れなかったら角度を作ること。なるほど。これがすごく大事。大事。ああ、うん。うん。そうだね。あとガード、入れたいガード、ある。何ガード？あ、ハーブ。ハーブはまあいいや、今度で。サーバーまた今度でいい。あの教則買ってもらえれば。ああ、買ってください。いい、あの BJJ ファナティクスの方。ああ、あの最初に出した。そう。ハーブはね、もうここで説明するに長くなりすぎるから。あ、専門技術すぎて。そうですね。で、必要としてる人がほぼいない。確かに。じゃあ、下取りたいけど、うん、足くねくねできないってなったら、うん、これができないじゃないですか。あ、できないね。したら結構困っちゃう。相手も下の取り合いで、自分が下になりたいけど、うん、足こうすることができない。できない。でもやっぱりそれってさ、何でも自分のものにする技術っていうのはないのよ、はい、やり合いだから。それはやっぱメリットがあるものにデメリットが絶対発生するわけで、これは足利かさない。そう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 、それはもうめっちゃホリデーなわけよ。めっちゃホリデー。そうそう、めっちゃホリデーなわけよ、とりあえず。うん、だからやっぱりでもホリデーの後にはさ、絶対仕事が待ってるわけじゃん。ああ、なるほど。だから全部いいことじゃない、いいことばっかりじゃないんですよ。足利くようになるか、そう、なんかそこを許容しながら戦える。そう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 。だからみんながみんな最速で引っ込めりゃいいってわけじゃないんだよ。ただやっぱトップの人たちを見てると、やっぱりそのすぐこうやってポドンで座っちゃう戦い方が多いのは、みんな足が引くからだ。ああ、うん、チャクロトンアバウトンとかだと思う、この勝負になってそう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 。だそこら辺はね、やっぱりその考え方だから、うん、どうしていくかっていうのはね、考えないといけない。うん、まあその方法論としてではよ、これ一個のアイデアだからね、あの例えばじゃあ最初このバーンって引き込むとするじゃん、はい、考えて、で、左が相手でパス狙いに行きます。こうやって引き込んだりするのが OK だよ。ああ、なるほどね。要はだって3秒以内に引き込むんであれば、別にここでテイクダウンされようが何されようが、むしろこれで相手が引き込んで上の手に行けんだから。うん、まあ、それはボトム、そっか、3秒以内だったら立ち上がってたのにボトムってことですか。そう、こういう考え方もあるよな。それって座った瞬間自分下認定になるんですか、相手がちょっと立ってれば。なる、レフリー。だってダブルガードその瞬間を見てるじゃん。あ、そっかそっか。うん、3秒座ってなくてもいいってことですね。そう、うん、だからこれはね、まあ、審判がポンコツでなければかなりいい、うん、なるほど。そうっすね、大事なもんで。も審判も人間だからミスってしまうこともあるし、うん、るそれでもやっぱり頭の中に入れていかないと。そうです、審判が悪いんじゃない、それを選んでそいつが悪いんじゃない。そうだそうだ、確かにそんなキワいことをやらざるを得ないっていう選択肢がこう取ったわけですね。そう、まあ、っていう感じかな、今日は、うん、フルドック。じゃあ自分に合った引き込み方を見つけてください。フルドック、フルドック。サブチャンネル始めました。 SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくね。今日も
最後まで見てくれてありがとう。バイビー。